今日はですね、ちょっと話すことが決まることが多いので、まずちょっと駆け足でエストロチャレンジと事務局からの案内を、進めていこうと思ってます。はい、お願いします。画面は見れてますでしょうか？大大丈丈夫夫です。です。はい、ありがとうございます。エストロチャレンジですけれども、2月の20日の週から、育成クラスで始めます。やり方は12月に動画アップしてますので、YouTube チャンネルの方で確認していただきたいんですけれども、簡単に説明すると、コーン、17メーターの正方形をコーンで作って、エスプロターン、アウトサイドで隠しながらターンするやつを、4回行ってもらうと。で、それを、右回りと左回り両方やってもらうんですけれども、これやってると時間かかると思うんで、何個かのグループに分けてもらって、もうどんどん数をこなす形で、一つの四角に一人の指導者がいて、どんどん見てもらうっていう形で進むと思ってます。で、これ一回、育成クラスのところでどっかのタイミングで練習してほしいなと思うので、自分水曜日、神神殿ではやったんですけれども、ちょっと育成クラスのところでも、エストロチャレンジの練習をしようと思います。ちょっと今回は、前回の同様なやつになりましたけれども、次からはもうちょっと、その目的とか目標っていうのをもっと細かく設定できたらなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、次に進みます。事務局からの案内です。2、3月で入会キャンペーンを実施しております。もう始まっております。内容としては、小学生が、ユニフォームの上下プレゼントで、紹介してくれた方は、まず体験に来た時点でガラポンができますよ。ハイエースに乗ってます。紹介者と、あと体験に来てくれた子一人ずつガラポンできます。で、紹介者が入会決まった時点で、紹介してくれた人に、タオル、進呈しますので、お礼が決まった際はまた事務局から案内行くと思いますので、会場で、お渡しを皆さんお願いします。中学生に関してはリカバリーシャツプレゼントとなっております。こちらは紹介者とかはガラポンとか特にないんですけど、プレゼントがありますよという形です。で、新スタッフ機が、到着しました。ハイエースに今乗ってるので、ちょっと順次、皆さんにお渡ししていこうと思ってます。で、新規のスタッフが加入いたしました。水曜日、佐藤忠が、信号南に入ってもらいました。顔合わせがなかなかできてないので、どっかのタイミングでご飯にでも行けたらなと思ってます。で、畠山さんという方も入られました。この方、平日は来られないそうなので、今のところは土日のみとなってます。で、土日もそこまで回数多くないので、会う回数は皆さんちょっと少ないかもしれないですけれども、来年度、4次リーグとか試合が増えることを見込んで、土日入ってもらうスタッフを増やしております。で、審判の方、審判資格を持って土日だけ審判の手伝いをしに来てくれるスタッフが一人、中島さんという方が入られました。こちらも、平日はいらっしゃらないので、あんまり顔を合わす機会は多くないかもしれないですけれども、4次リーグとか、ちょっと手伝ってもらえたらなと思ってますので、またぜひ、ご飯とかでね、みんな顔を合わせれたらなと思ってます。で、次回のミーティングは、7月を予定しております。これ、7月からまた新しく多分、スタッフの方が増える予定なので、1名増える予定なんで、それも含めて全員に共有していきたい事項が出た時にお話をしたいなと思ってます。で、ここからですね、ちょっと新しく来まーす。たことというか決めようと思っていることをお話しするので、ちょっと皆さんに意見を、出してほしいなと思っております。まず、選手クラスと育成クラスの練習メニューですけれども、構成っていうのがある程度も指定をする形に変えようかなと思ってます。で、各会場共通の決め事をちょっと浸透していきたいなと思ってますので、それについてお話しします。でですね、育成クラスは一体何なんだっていう、まず定義のところからだと思うんですけど、
まあ、もう主に個人のスキルアップで、まあ、一日の練習メニューっていうのの枠組みをもう、ある程度作って、それに沿って皆さんに、担当する場所とか、担当する学年によって、それに沿った練習メニューを作ってもらう。で、後ほどですね、テーマ、練習メニューのテーマっていうのが必要だろうっていう話になると思うので、練習のテーマについては、後ほど、そういったテーマ決めのところもお話しするので、とりあえず今はですね、練習の枠組みがどんな形になるのかっていうのだけ、説明するので、それについて、こうした方がいいよっていう意見があれば、皆さんにお話ししていただければと思ってます。観察する点っていうのも、どん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 一個一個書いてあるので、これを皆さんで、一回共有していきたいなと思ってます。みんなで共有できているっていう状態が望ましいなと思いましたので、一応こういう枠組みを作りました。もっとこう細かく書いてほしいとか、もっとこう、この時間を増やしてほしいとかっていうのがあれば、皆さんに今お話ししていただきたいなと思います。志賀コーチ、すいません。じゃあ、もし何か意見がありましたら、お願いします。一応、木曜の前田東につきましては、まあ、育成の選手がかなり多いので、この育成方針に沿った感じでいこうかなって今感じました。まあまあ、選手クラスも低学年で何人かいますけど、基本的には木曜の前田東はこの育成方針でやっていった方がいいのかなっていう感じはしますね。はい。選手クラスの方は、まあ私、月曜日、高学年をやらせていただいてるんですけど、まあ、たまたま、今週は日曜日に試合があって、練習試合があって、そこで、まあ、あちこちと共有した、ここがこうだよねっていうのを、ちょっとまあ、やってみたりして、最後のフィニッシュのところとか、サポートの距離感とか、そういうとこを、まあ、前日に見て、足りないなってのが分かったんで、まあ、やったんですけど、まあ、これに沿って、ほんで、この戦術理解の中で、感じたことを少しずつ入れていけば、いいのかなって、今、イメージですね、なんか。次、佐々木コーチ、これ何か疑問点であったりとか、意見であったりとか、こうしてほしいっていうのがあれば、お話をお願いします。で、流れはいつも通りという感じなので、あと内容を、テーマを決めてやるって感じですかね。そうですね。テーマ、練習のテーマはこっちが設定しようかなと思ってます。しかも、それは月ごとに、もうちょっと長いスパンで、今日の練習のテーマとか言うんじゃなくて、月ごとのテーマを決めて、それに沿って練習メニューを1ヶ月単位で構成してもらおうと思ってます。あれですよ、ドリブルかキックかっていうそういうテーマですかね。そうですね。例えば、シュートが今月のテーマですよってなった時に、反復練習で、シュートのドリル的な、シュートドリルみたいな練習を入れてもらって、で、その後に、1対1、ゴール前の1対1とか、キーパーをつけたシュート練習とかで、対人形式の練習を行ってもらって、で、最後ゲーム入ってもらうみたいなイメージ。できますね。わかりました。コーチ、何かありますか？今まで通りな感じで大丈夫ですかね、自分は。この練習メニューのこの、に沿った感じで。はい、問題ないです。特にコウキコーチとかは多分流れ沿ってやってると思う。今まで通りで。特に問題ありません。はい。疑問点があったら現場とかで自分に聞いてもらえたらいいかなと思うので。はい。はい。お願いありがとうしございまます。す。渡辺さん、いかがでしょうか？非常にいいと思います。で、選手クラス、皆さん、指導されてるんで、大体こう分かってると思うんですけど、こう育成の子が上がってきたときに、例えばそのキックができないとか言ったときに、キックができない子が、キックができない子が多いとか感じると思うんですよ。
で、結構その選手クラスだと、そのキックの練習をいちいちこう教えることができない、で、教える時間が取れないとかいうところもあるんで、その選手クラスと育成クラス、そこしっかりコミュニケーションを取って、今選手クラスの来た育成の子たち、来たばっかの子たちが何が足らないのかっていうところを、育成の方で、練習していると。例えば、キックだったら、そのウォーミングアップでも、そのキックを、できるようになるためのウォーミングアップ。で、反復練習も、キックの例えば基本ドリルの、反復練習。で、対人形式っていうと、その人がいた状況、プレッシャーかかった状況で、シュート練習っていうことをこうやってもらってるな、と思ってたんで、非常にいいかなと思いました。で、一応自分の周りで、聞いた意見なんですけど、エスプロの子たちは、ドリブルはこう上手だと先生に言われたらしいんですよ。ただ、そのキックができないと。今はまさにこう、選手クラスでこの前の試合とかを見ても、すごいいい試合やってて、キックとか思ってですね。それをこうクラブで目的を統一して、練習していってほしいと思います。で、ただ、自分の友人が、友人の子供がエスパルスのサッカースクールにいて、で、例えばその清水の練習とかだと、もう1年間キックの練習、教えてるの市川大輔だったらしいですけど、もう1年間こうキックの練習しかやってないよと。で、育成、まあスクールだから育成ですよね。で、そこでキック身につけて、上に上がってくるとか。そういうなんか、ドリルらしいんですね。エスパのユースとか、スクールとか、キッズとか。だからそういう風でも全然いいんじゃないとは思います。で、ただこの育成と選手、そこのコミュニケーションがすごい大事だ。内容はすごいいいと思います。なんで目的を意識したウォーミングアップ、目的を意識した反復練習、目的を意識した対人形式の練習っていうのをやっと進めていければ、チームは強くなるんじゃないか。以上でございます。ありがとうございます。では、次に進もうと思います。これは、後ほど、また紙にして皆さんにお渡しするのと、もうミーティングごとに、あと、会場での練習、自分が顔を出した時にですね、ごく、ちょっとお話しすることになると思うんで、嫌がらずに 聞いてください。今日、これをもう絶対の、もう文化として根付かせたいので、皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。でですね、今言った練習テーマのところですね、っていうのを、スプレッドシートによって、目標管理していけたらなと思ってます。今、事前にですね、後期コーチにちょっと、PDCA のシートに入力をお願いしました。で、まあ、細かいところはちょっとさておいて、まずですね、学年、担当する学年であったりっていうのが、まあ、今から決めていこうと思ってるんですけど、まあ、石川幸貴コーチには、来年度3、4年生、新3、4年生、今の2、3年生ですね、を担当していただこうと考えております。なので、その3、4年生の1年間の目標であったり、月ごとの目標っていうのを、設定してもらいました。夢とか目標っていうところを、まず、しっかりと、書いてほしい。で、まあ、これだったら、例えば、リーグ戦勝ち越すとか、積極的なコミュニケーションを取っていく。メニューでやったり、コーチングの質を上げたい。っていうのが。で、それはじゃあ、なんでそれが必要なのかっていうところを、書いてもらいます。例えば、コミュニケーションだったり、信頼関係であったりとか、っていうのを、積極的にコミュニケーションを行うことで、社会人になっても、必要な能力を伸ばしたい。リーグ戦勝ち越すって、じゃあ、なぜっていうところ、まあ、自分自身で振り返りが必要だっていうところですね。自分が感じてらっしゃるみたいなので、そういうところ。で、子供とか、コーチ陣とコミュニケーションすることで、次の目標にもつながっていくんじゃないか。ところ。で、まあ、新しく後期コーチにはマッチメイクとかもお願いしていきたいなっていう話はちょっとずつしているので、新しく任された仕事をっていうところですね。社会人になっても通用する人材を目指したいよっていう、まあ、いろんな仕事を任せてもらったところに、自分の能力伸ばしていきたいよっていうところを書いてもらいました。
で、もう直近なので、2月始まってるので、2月のところを、やってもらってます。この PDCA ですね、月間で考えてもらおうと思ってます。で、まあ、これ、左側のグレーのやつは、記入例になる。プランですね。まあ、ドリブルのところ、目標になってるので、それをしっかりと、プランしてもらうと。ドリブルの方向を緩急で相手の逆をつくっていうところを目標とされてるので、縦から中、左から左っていうところとか、あと、スピードですね。0、50、パー、100%で、わかりましスピーた。ドの緩急をつけてる。っていうとなるほど、ころをそれプは。ランしてもらって、これを練習で取り組んでいきたいと。まあ、自分の方でやったり、例えば、5、6年のところでやると、攻撃守備の優先順位と復習の徹底を目標としています。で、これを、2月の10日の金曜日までは守備の優先順位を教えて、それ以降は攻撃の優先順位をしっかり教える。で、まあ、なんか、まあ、より具体的な練習メニューとしては2対2であったりと、あ、2対2プラス2であったりと、っていうところで優先順位を徹底させていこうよっていうところ。っていうところを、しっかりと記入してもらって、実行してもらうと。問題はないです。まあ、必こ要れ、なものがなくなどんるどんだどんどん、けでリアは、ルタイムで更新していっ無駄なもて、のを実行できているのか。少なくで、してもいいのか、チェックできているのか、作用さ確れて認るよっていうしのて、を、はい、ちゃんと実行できているかとゼか、ロあで。と、良かった点とか、いう改善点とか、っていうのを書いてもらって、翌月にですね、しっかりと引き継がれるように、これが改善するためには、この PDCA がうまくいかなかった場合、改善するためには、どういうことが必要なのかっていうところを記入してもらうと。っていうのを、ザーって、2月から、後期コーチに、来年のです。あ、今月、あ、今年か。12月まで、全部一応記入してもらいました。で、これを育成クラスもやります。で、テーマ決め、この目標決め、月ごとの目標決めは自分が行います。これは、選手クラスで、渡辺さんもお話ししたように、選手クラスで必要になる技術っていうのを、育成クラスで学んでほしいので、テーマ決めは自分が行います。ただですね、思いますこのね。PDCA のサイクルに関しては、担当するコーチが自分じゃなかったりするので、ハッセイコーチであったり、伊賀コーチであったり、佐々木コーチであったり、担当するコーチが記入していっていただけたら嬉しいな。こういう作業がちょっと増えてしまいますけれども、これによって今、皆さんがどういうふうな目標に鍛えて、どういうふうにアプローチしてて、どんな練習メニューをしているのかっていうところを、みんなでリアルタイムで共有したいと。どん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 良くしていくために、誰が何してるのかっていうのを、しっかりとパーツでいったらいいかな。監視するというよりかは、みんなで共有していこうっていう話です。より良い点を見つけて、あ、こんな練習メニューやってんだとか、あ、こんなアプローチの仕方あったんだっていうのを、お互いがお互い刺激できるように。していきたいなと思ってます。まあ、テンプラス1年度、1、2年、5、6年、3、4年っていうのはある程度決めましたけれども、これ、志賀コーチともお話できてないところがあるので、志賀コーチが何年生いるかとか、あと、翔コーチもそうですね。何年生、誰が見れるのかっていうのは、今仮に自分が入れてるだけで、これは具体的に話できたらと思ってます。で、育成クラスも目標設定は自分が担当して、PDCA サイクルの設定。まあ、科目両方発生更新してますけれども、これも仮で、ちょっと皆さんに担当していただきたいなと思ってますので、ちょっとお願いします。この作業が増えることになります。ここまでですね、ちょっとお話ししたんですけれども、このサイクルとか、この共有の仕方について、何か疑問点であったり、もっとこうしてほしいっていうのがあれば、お話しいただきたいな。コーチコーチ、いかがですか？はい。これ自分で書いてて、なんか月ごとに目標を決めると、なんか練習メニューも組みやすくなると思うし、で、今何しなきゃいけないかとか、課題とかも見つかると思うんで、すごいいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。特に疑問点とかはなさそうですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。佐々木コーチ、お願いします。流れは分かりましたので、
あと、ちょっと最近、ちょっと前から言ってるなら、ゲームのコートの大きさを、まあ、火曜日はたまに全面でやったことがあるんですけど、それをちょっと覚えてて、子供たちも。なんかそういうのも入れてあげると、実際、練習でやってる距離感をそのまま試合に持っていくだけど、試合会場が広いんで、その辺でちょっと最初、戸惑いが出てるのかなっていう感じなので。このあたりももし、入れれるようでしたら、もし考えてもらえればと思います。ありがとうございいます。ろゲームのコートに関しては、まああれですよね。多分、高学年の方、佐々木コーチが担当されてて、多分8人制の3分の1ぐらいのコートで、多分6対6とかをやってるから、それは全然、どんどん、ちょっと大きめのコートにして、低学年も混ぜてやったりとか、っていう工夫は、確かに必要だなと思いますので、それも PDCA のところで、どんどん共有していっていただけたらなと思ってます。大きいことで、大ゴールでやるっていうのも必要だと思って、たまにはね、ある種、赤い台にとかで、大きなゴール使ってやってもらいたいと思ってます。志賀コーチ、ここまでいかがでしょう。非常にいいことだと思います。これは、もっともっと喋った方が良さそうだなと思うんで、ちょっと会場でも志賀コーチとかと、あと、まあ喋りながら、まあもちろん自分が、がっつり見るっていうのも可能なので、それも含めて来年度担当学年どうするかとかは、もう少し話せたらと思います。渡辺さんに、スプレッドシートのこのところの管理のところのについて意見をお願いしたいなと思います。まずPDCA に関しまして非常にいいなと思います。理由としては、お互いが何やってるのかっていうのが、明確になって、あとは練習メニューとかも、実際ね、自分が指導行くとき何やろうかなって考えたときに、それを引き出しとしてね、引っ張り出すことができると思うんで、非常に良いかなと思います。あと、さっき、施工場おっしゃったその学年ごとっていうところで、もう自分も、あの、その、なんすかな、やっぱり学年ごとっていう振りが、実際よくわからなくて、例えば、選手クラスで最初のドリルは、例えばその、そうだな、なんすか、自分とかは、例えばそのディフェンスが得意なんで、1日の、その3部コースの練習の中の、ディフェンスのここの部分だけ、渡辺コーチやってくれとか、例えばその、ね、翔コーチが、ね、アジリティが得意だったら、ね、ドリルのところのウォーミングアップとか、そこを目標、今月の目標が、例えばドリブルのスピードを上げようという目標であれば、そこについて考える。一人一役何かしっかり活躍できる場、考える場があればいいなと思ってます。ありがとうございます。最後に渡辺さんがおっしゃった通りで、まあ、自分がこの学年ごとに、担当学年が振ってあるのは、試合にしっかりと、まあ、試合が大体、ね、U10 リーグとか、U11 のエスプロカップとか、大体試合は学年ごとによって制限がかかるものなので、それの、担当する学年の人を決めましょうっていうだけで、まあ、志賀コーチが、先ほどおっしゃってたサポートに回りますっていう話でも、自分は全部じゃあ自分が練習担当するかっていうんじゃなくて、渡辺さんがおっしゃった通り、例えば反復練習のこの10分間を志賀コーチにお願いしますであったりとか、っていう割り振り方をしていきたいなと思ってます。まあ、がっつり誰かが全部見るのももちろんすごく大事だと思いますし、全員が全員で協力してやってるチームは、やっぱ強いので。じゃあ、なんで、この試合の引率の担当っていうそうです、そうです。そんな感じです。イあ、メーそうジいうとこしとては。ではすね。なるい。ほど。なので、まあ練習も、まあもちろん、こういう学年によって割り振られることもあるとは思うんですけど、例えば、今週 U10 リーグがあるから、ちょっともう4年生以下で、やらせてくれっていうのがあれば、全然それは臨機応変、担当すればいいと思うんですけど、練習メニューの構成の中で担当するところを、まあ、ちょっと割り振らせてもらって、っていうところで、
サポート役のコーチであっても、何かしら関わってもらおうと。全員で S プロジェクト SU を盛り上げていきましょうという。はい。もうここから後半戦です。強化指定選手の、選考会を紅白戦で、ステップアップマッチですね。やろうと思ってます。2月の20日と金曜、24の金曜日、選手クラスの練習で行います。まあ、これ、前回同様、30分間ミニゲームの時間を作って、3コートぐらいを作って、そこでバンバンやってもらおうかなと思ってます。ただ、コートサイズなんかいつもちっちゃいなっていう感じがするので、今回からちょっとコートサイズ広げてやろうかなと思ってます。次に進みます。目安箱、前回、ちょっと、入りきらなかったので、今回、共有させていただきます。こんな意見が FC の方ですね。サッカーの方に届いてます。まず1個。オリジナルサッカーノートがあれば嬉しいです。低学年用になんか漢字とかが多いとか、そういうのがないやつがあったら欲しいです、みたいな意見がありました。もう一個。まあなんか、ちょっと厳しい意見ですけど、まあなんか、コーチの指導の熱が違うように感じる。で、あと、なんか技術面であったりとかっていうのが低いような感じ。で、試合に出る。にもお金がかかっている。これ多分育成クラスだと思うんですけど。まあ、振り返って書いてあるんで多分育成クラスだと思うんですけど。まあ、育成クラスの、多分お金がかかって負担が大きい。で、使用で欠席した時の振り返りができるといいですよ。意見が来ました。で、最後は、まあ、土日の送迎も欲しいよ。試合の送迎ですね。まあ、やってる時もありますし、多分、川口市内の会場だと、送迎なしとかでやってたりするので、それも多分欲しいよって考えてる親御さんがいらっしゃるという感じですね。まあ、送迎が必要だと、もっと必要だという意見がありました。これに関してですね、まあ、ちょっともうこの意見の回答であったりとか、あと来年度、まあ、こういう指針で進んでいきますよとか、あと、まあ、一番なんか聞かれるとか、あと子供たちが分かってなさそうなのが、服のインナーとか、公式戦はインナーの色を揃えなきゃいけないけど、エスプロカップとかは揃えなくていいよとか、なんかそこの線引きとか、なんか公式戦と練習試合の違いとか、そういうのが分かってない子もいたりするので、まあ、全部まとめて、ちょっと、説明会じゃないですけど、いうのを開きたいなと思ってます。お願いとしいうまことす。で、はい、今回は、とりあえずここまでですかね。で、今現時点で、この議題に上がった以外のところで、現場から疑問であったりとか改善案がありましたら、ちょっと皆さんに、簡潔になりますけれども、お話をお願いしたいと思います。で、まず、じゃあ、ポーキコーチ、何かありましたら、お願いします。はい、練習の最後のゲームあるじゃないですか。で、最近ちょっと思ったんですけど、チーム決めて、試合やってってなると、たまに、なんか団子サッカーみたいな、なっちゃう時があるんですけど、それを見てると、なんかある程度、なんかポジションとか、指定してやった方がいいのかなと思って、なんかもちろん、なんか、ポジションを固定して、そいつずっとセンターバックとかじゃないんですけど、なんかある程度ポジション配置してやった方が、なんか練習でやったことも生きるのかなと思って。まあ、必要だと思います。もちろんすごく大事なことなんで、たまにはね、低学年でやっても、8-2制のコートとか使ってもらっていいので、その時は高学年、ちょっとどかしたりするので、全然、ポジション決めて試合やりたいって時はやってください。自分がたまに、なんか、やるじゃないですか。後期コーチにお願いして、8-2制のコートで、はい、やる時あると思うんですけど、ああいう感じで、低学年全然ポジション決めてやってもらって OK ですし、あと、一個、その団子サッカーの改善案としては、ミニゲームのコートを2個作って、人数減らす。3対3とか4対4とかのを、4チームぐらい作ったら、まあ、団子にはなりづらいというのもあります。いろんなやり方試してもらえたらな。ありがとうございます。渡辺さん、いかがでしょうか？
はい、自分がちょっと3つあって、中学生クラス、ぜひ維持してください。で、あと、大人のチームをできれば、作りましょう。で、あともう一つ、この前、高学年の試合、動画で見たんですけど、非常に良かったですね。前を向かせない守備っていうのを多分徹底してやってたんですけど、それが、すごくプレッシャーが速くて、相手が何もできない。で、相手の陣地で奪ってショートカウンターっていうのがすごい見られたんで、すごいいい準備してきたと思いました。とりあえず、今回は、これで以上となります。新しく決まったことが2点、スプレッドシートと、あと、メニュー構成のところありますので、それに関しては皆さん、共有していきたいなと思いますし、あと4月、次回のミーティングの時は、それも含めて、ちょっと指導規定のところと、あと、学年別とかの育成目標っていうところをしっかりとみんなでもう一回共有して、これを年一とかにしないで2ヶ月に1回ぐらい確認するつもりでやろうかなと思って、そのつもりでお願いします。